一番でかい木窓のところの窓を作っていきます。そこはねちょっとオルテガ柄っていう柄にしようと思って、昨日いろいろ設計して線とか描いてきたんで、それ通りに丸ノコで切れ目だけを入れて、でオルテガ柄みたいな感じにしてみたいと思います。オルテガ柄も意外とね簡単で、なんか平行四辺形とかこの三角形とか、基本45度カットで平行四辺形で、ちょっとずらして平行四辺形で三角形入れてみたいな感じで、まあ本当はねもっとちゃんと正しいやり方もあると思うんですけど、感覚的にやってみました。切れ目を入れずに色を塗るだけでもオルテガ柄は作れますが、板を貼り合わせるように見せたかったので切れ目を入れていきます。防水の面で切れ目だけですが、テーブルとかの場合は普通にカットしても OK です。カラフルにしたい気持ちを抑えて、外壁と同じ感じで黒とジャコビアンとクリアで塗装していきます。ジャコビアンでやっていきます。めっちゃかっこいいですね。全部の窓オルテガでもよかったぐらいね、気に入ってますね。45度カットができる丸ノコとかがあったら本当に簡単できるんでいいですね。オルテガテーブルもちょっと近々作りたいと思います。いい感じです。先輩に無料でもらったアクリル板です。ありがとうございます。このアクリル板を運転席側の窓にしたいと思います。これね厚みが 3mm なので、3ミリでも十分なんですけど、せっかく無料でもらって何個かあるので、これ2枚重ねて厚み6ミリのアクリル板にします。ちなみにこれも取るとちゃんと透明になるので、ピンクのフィルムがついてるだけです。枠に角材を取り付けてアクリル板をはめて、その上にまた角材をつけて挟み込む形で固定します。ここは雨に濡れる場所ではないですが、コーキングとかもやるとより安心です。ボンドと釘で固定していきます。内側の角材は黒く塗らずにアクセントにしてみました。
キャンピングカー DIY 30日目です。ちょうどね、1ヶ月経ってほぼほぼ完成しました。だいたい約1ヶ月で車が動くとこまではいけそうです。ということで今日は窓を全部ボンドで貼ってあるので、その辺をしっかりカットして、で窓枠を3センチ4センチ材で黒く塗装して、それを固定していく感じにします。仕上げていきます。これをねカットしていきます。ちょっと外壁っぽい感じにしました。これ後ろの窓になります。黒い方がちょっと耐久性もいいし、コーキングとかも隙間塗ってもあまり目立たないので、クリアの感じ良かったなと思ったんですけど、黒色で塗装していきます。せっかく黒く塗装したんで、この隙間とか表側の継ぎ目とこの角の継ぎ目コーキングしていきます。この角を折り曲げておくとここにくっつかないんで、こうね取りやすいっていうことを今気づきました。外すことにします。後ろの荷台はここのね下をねちょっと収納とか、なんかはしごつけるか、それからここ切り取って引き出しにするかみたいな。最後までご視聴ありがとうございます。約1ヶ月で内装以外はほぼ完成しました。残るはドアと今回作った窓の取り付けなので、次回でキャンピングカー完成予定です。その後の予定としては、完成した次の週にキャンピングカーとトラックを固定して実際に運転してみたいと思います。でその次が待ちに待った車中泊です。
今回は本当細かいところも自分なりに素人なりにすごいこだわったので、車中泊する前からねもうすごい愛着が湧いてます。もう少し涼しくなったら長期間キャンピングカーに住んでみるとか、そういう実験もしてみたいと思います。内装編もすぐやるか休憩するかちょっと未定なんですけど、この辺も最後までしっかりやっていくのでまた覗いてください。もう引き出しの数をね20個30個作ったり、めちゃめちゃこだわっていきたいと思ってます。キャンピングカー DIY は毎週金曜日の8時金八で更新中です。インスタグラムでは今制作過程の写真を載せていて、これからはキャンピングカーの旅の写真とかをメインで載せていきたいと思ってます。絶景とキャンピングカーの写真を載せていくというコンセプトで、改めてインスタグラム更新頑張っていきますので、フォローもお願いします。リンクも貼っておきますが、 ID は雄大かわせコムです。では次回完成予定です。